はい、おはようございます。本日は6月の22日小島の SG グランドチャンピオンの初日ということで、いつも通りですね、全レース分回していきたいと思います。いつも全レース分回しはいつも通っているボートピアがありまして、近くのボートピアがありまして、そこの個室を借りて、まあ、フラケン勝負で撮影してるんですけども、今回に関してはちょっと残念ながら昨日の昼間に予約しようと思って電話したんですけども、残念ながら個室が全部埋まっているということで、撮れなかったんで、今日はね自宅でネット購入でやっていきたいと思うので、ちょっとねいつもより迫力がなくなってしまうかもしれないんですけども、その分船券で見せれるように頑張っていきたいと思います。で、今日の小島は風が向かい風2メートルということで、まあ、小島は風がね3メートル以上になると、まあ、そこそこ波乱傾向も出てくるんですけども、それ以下になるとかなり硬いっていうのがもうデータで出てるんで、今日はねちょっと全部穴分回して勝てるような日ではないと思ってるんで、もちろん前半の傾向を見ながらしっかり今日プラスにできる買い方で勝負していければいいかなと思っております。ではもうすぐ1レース始まるんで、早速勝負していきたいと思います。はい、本日もよろしくお願いします。では早速オープニングレース勝負していきたいと思うんですけども、まずこのレースモーター的に注目しているのが、昨日動画でも推奨した21号機の4号艇真山本選手と、このモーターは数字はないんですけども、2回前に使用したカナダ選手がユースしているモーターで、この時の気配が行き足から伸び抜群に良かったので、直近の気配を重視して僕はこの4号艇の真山本選手のモーターを一番注目してます。で、あとはコラムでも推奨した佐藤翼選手の22号機、これも数字はないんですけども、前節の気配は良かったので中堅上位はあるかなっていうので、1と4がモーター的には注目と。で、前本選手は基本的に4コースから果敢にまくりに行くタイプではないし、今回に関しては2と3のスタート力があるので差し構えになると思うので、ここの頭というよりはちょっと別を狙ったんですけども、穴で面白いのが3号艇の西村選手、まあ、西村選手は3コースめちゃくちゃうまいですし、2年前の小島のダービーの時に3コース2回走って2回とも勝ってるんですね。まくり差しとまくりで勝ってるんですよ。モーターはちょっと評価できるとこはないけども、展示の気配も悪くなかったし、得意のまくり差し一発入ってもいいんじゃないかということで、3-1流し、これを2000円ずつ購入して、モーター評価している3-1-4、ここに追加でもう2000円いってます。そしてイン逃げはモーターを評価している前本選手を2着で購入して1-4-2-3、この2点だけ購入しました。石村選手のまくり差しが流れたパターンでも握ったパターンでもモーターのいい前本選手が指してくるということで1-4-2-3、この2点だけ、まずはこの6点で勝負していきたいと思います。はい、お願いします。さあ、オープニングレース始まります。まずは幸先よくバシッと的中したいところ。一応干潮時刻が14時56分かななんですけども、まあ、小島は基本的に満潮の方が乗りづらいっていう風に言われてるんで、干潮になったところでまくりがね今日の風だとビシバシ決まるっていうことも多分ないと思うんで、出たこの実況か。さあ、一発目まくり差し、渾身のまくり差し決めちゃっていいよ。スタートは横一線で、待て、前ほど言ってない、やばい、頭ねえんだ、それはまずい、マジか。6頭 ?46? 角まくり展開かよ、マジか。いやー、モーターいいの分かってんだけど、これはちょっと買いづれえな、いきなり角まくり展開461、マジか。完璧になんか23がへこんだか、それとも0台いったか。いやー、伸びたなー。あー、461、さ、300倍ありますね。うわー、これはただちょっと選手のタイプ的に角まくり展開買いづらかったんだよな。しかも23スタート早いからさすがに壁になると思ったんだけどな。角まくり展開思い切っていってれば46は絶対変えるとこですからね。いやー、悔しいなこれな。はい、オープニング、まさかのオープニングから爆荒れ。佐藤翼良さそうだな、なんか道中マジけー。はい、もうしゃあない、ちょっと切り替えます。
では2レース、このレースは注目モーターは4号艇の上平選手の13号機、これはコラムでトップ級の評価をしたモーターで、直線の伸び足がすごい良かったモーターなので、数字もありますし、これは大注目のモーターと。ただ上平選手は4コース基本的に差し構えだし、フライング1本持っているということで、まあ、これの角まくり展開はまずないと。じゃあ波乱展開があるとすればどこなのかっていうのを考えた時に、2号艇の稲田選手、やっぱり2コースからスタート0台踏み込んでまくり仕掛けっていうのも結構目立つような選手なんで、永井選手のスタートがじゃあコンマ1号ぐらいになって稲田選手が絞っていったパターンが波乱展開になるんじゃないかということで、まずはここを狙いました。まくっての2-3-4-3-4-5-6と3-4-2-3-4-5-6、これ全部満州で、ここを1000円ずつ、そして1と2が喧嘩した時の3-4-4-3-2-5-6、これも1000円ずつ、まくり展開はここをまず買いました。スタートが揃ってしまった場合はイン逃げになると思うので、この場合はモーター評価している上平選手が2着に来る1-4-2-3、この2点だけ、これを3000円ずつ入れました。これで勝負したいと思います。お願いします。いや、まさかの1レース目荒れたかんな、ちょっと。いやー、あれ悔しいなー。あるあるっすわ。データを調べすぎたあまり、高モーターを頭で狙えなくなってしまうという、ボートレースあるある。ただここはさすがに、上平選手のまくり展開はないはず。フライング持ってるし、もう、前本選手以上に4コースは差し構えの選手なんで。稲田まくってくれ。なんか喧嘩してもいいから、もうなんか強気に攻めてほしいな。全速でいけ。いやー、いったんじゃない、まくりくんじゃない、これまくりけ、まくりけ、まくりけ、いかないか、伸び返されるか、だったら1-4-3、まずいなー、5-6くるか、これおきつ残せ、よしよしよし、残せる。ちょっと池田コーチ怖いけど、いやー、うまいかー池田浩二、マジけー、1号だ。いやー、でも出てんな上平のモーター、やっぱり。ただ池田浩二がうますぎるぞこれ。最打ちくるっときたなー。いやー、今放ったかなー、稲田放った臭いなー。明らかにスタートのどぞいてたのに、あれー伸び返されてるんで絶対放ったなー。それか直線が弱すぎるか。いや、篠崎になった、マジか。いやー、実力上位の5-6か。やっぱでもちょっと小島2マーク、ちょっと最打ち結構伸びてきて突っ込んだもん勝ちっていうところはありますね。しゃあない、切り替えます。はい、では3レース。このレースはまずモーター注目なのが3号艇の菊池選手の36号機。これは僕がコラムで1番手に推奨したモーターで、今節の大注目機なんですけども、ちょっといろんなメディアで騒がれているということで、めちゃくちゃ穴人気してると。角まくり展開が特に穴人気しているというので、菊池選手って結構4角からスタート行くけども、全速で行かないことも多いので、まくり実績もそんなに高くない。で、何よりこのレースは、角受けになる森田選手。スタートがめちゃくちゃ速くて、直近半年間のまくられ率は 0% ということで、逆に僕は攻め手になるのは森田選手になるんじゃないかなと思っているので、菊池選手の角まくりは嫌いました。森田選手の47号機もコラムでトップ級で推奨したモーターで、これも注目なんで、だったらオッズ的にも森田選手の方が妙味あるんじゃないかっていうので、ここは森田選手の頭固定で買いました。誰も深川選手の前付けに抵抗しないんで、スローはそんな深くならないと思うんで、ここは待ってのまくり差しからの2-1-3号、これ大本線に5000円ずつ、そして2-1-4-6に2000円ずつで、森田選手がまくり展開になった場合は2-3-5-1-3-5-6、これを2000円ずつ流しました。ここはちょっと森田選手の頭固定でいきたいと思います。はい、お願いします。展示でもう抵抗する姿勢が一切なかったんで、多分緩い前付けになるはず。起こしも110ぐらいで落ち着くと思うんすけど、そうなった場合は菊池より森田の方が面白いんじゃないかと。よし、緩いやろ、特にインは深くないっすよこれ。あとはもう森田が0台いって菊池を止めてくれれば、あー深いか、どうだろう、ちょい深か、110ぐらい、森田0台でお願い。
起こせ。いやーどうだ、大丈夫じゃない。よしよし止めた、いいぞ、まくり出し行け、まくり出し。うわー流れるか、135か。いやーうまいな、金子選手がうますぎる。流れるか、あーインからの3号か、完璧に止めたんだけどな、まくり差しがちょっと流れちゃいましたね。うわー深川になった、多分イン逃げこれ売れてないんで菊池が、うわ29倍つくな、いい4つだな、6になるし、しかも6になったら53倍、うまいな。うーん136 53倍、いや金子選手のターンスピードがよかった、角まくりちょっと嫌うとこまでよかったんですけどね、まくり差しはちょっと入らずと。はい、では4レース、このレースは注目モーターは2号艇38号機の吉川選手、2回前に使用した今井選手の出足の気配もすごい良かったし、前節使用した選手の伸びの気配も良かったんで、展示タイムもぶち抜けているということで調整は合っていると見ているんですけども、吉川選手は2コース苦手とする選手で、直近半年間2コースからの差し勝ちが1回もないで、よく2コースからまくり仕掛けも多い選手なんで、ここは直線を生かしてまくりに行くんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。ってなった場合は岡崎選手はスタート次第で飲み込まれる可能性があるので、穴展開は吉川選手のまくりから2-3-4-3-4-5-6と3-4-2-3-4-5-6、これをまず買いました。桐生選手の3着に追加購入をしてます。で最後にスタートが揃った場合は山口選手の4コースから差しうまいんで、山口選手の差しから1-4-2-5、この2点だけ、まあ、スタート揃って吉川選手が握った場合でも無難に差してくる山口選手が絡む可能性が高いんじゃないかなっていうので、1-4-2-5だけ買いました。これで勝負します。結構岡崎はインからたまにドカ遅れとかもするタイプなんで、そうなった場合は吉川選手まくってほしいな。ただ展示でちょっと遅れてたからな、2がもしかしたら直線寄りで出足が来てない可能性も。まずは2がスタート決めてくれないと話にならんから。うわっ揃ったか、揃ったな、だったら握ってくんねえかな、まくれ、差し構えか、よしよしよし、4-1はない。いやー2が出てるからこれしっかりさばかんと。ナイス、2になる2になる、とりあえず的中は的中、多分2の方がオッズはつくんで。危なかった今2マーク、ターンマークにぶつかったからな。うわー桐生か、ちょっと吉川出足来てないっぽいっすね。いや2倍違う、これはでかいよ、直線はでも吉川のがいい。よしよしナイス、うまい、オッケーオッケー、あーとりあえず一発目的中しただけでもでかい。インは1-4-2-5しか買ってないんでね。オッケーオッケー。めちゃくちゃ流れてんな。あんまり桐生選手もモーターは良くないから、もしかしたら、今節は厳しいかもしれないですね。まあまあ。はい、ここは20倍ついてるんで、まあ2点、インから2点なら悪くはないんじゃないでしょうか。まあ、爆裂とはいかないけども、とりあえず、一本当たってちょっと一安心ですね。とりあえず一本。はい、ちょっとこっから上積みできるように頑張ります。
はい、では5レース、このレースはモーター注目なのが2、3、6、あとは1なんですけども、まずは2号艇の原田選手の25号機、前回畑選手が大幅に上積みして優勝したモーターで、この時の気配がすごい良かったので注目と。寺田選手のモーターは前節辻選手が優勝しているモーターで、久田選手のモーターも前節優勝モーターと。あとは数字のある6号艇羽野選手のモーターも前節の優出機ということで、まあ、1、2、3、6がモーター的に注目なんですけども、寺田選手はフライング持ちと。ただ直線タイムがかなり出ていて、やっぱり今節も伸び方仕様にしているんじゃないかなっていうふうに思っているので、スタートちょっと後手を踏んで伸び返してくるんじゃないかなと思ってます。そうなった場合は伸び返して1マークでターンマークを外したところを原田選手が差し切るっていう展開が本戦になるということで、2、1流しを3000円ずつ、モーターの E6 まで均等買いでいきました。で最後にイン逃げは1、2、4、1、4にこの2点だけ買いました。平高選手は4コースからの2番差しすごい得意とする選手なので、これだけオッズがつくのであれば1、2、4、1、4にだけを購入するという感じで、これで勝負したいと思います。お願いします。まずは寺翔がどんだけスタートいけるか、まあ、判定シーン遅れぐらいがちょうどいい。さすがにドカ遅れしちゃうとまくられちゃうんでね。あ、やばい、まくられるか、まくられるっぽいなこれな。いや伸び返すか、オッケーオッケーオッケー、差し構え、これは刺さるやろ、よし、オッケー、216、待って261はないんだ、やばい、テラショー残して頼む、テラショー残せ、外振れ、鼻外振れ、いやーまずいなそれな、大丈夫か、タイツ差し返せば、いやーちょっとそれ下手すぎん、マジけー、いやーきついわ、やり合ってなんとかなれ、いやー左右刺したら6になるな、いやー無理や、26までは拾えん、いやーマジで2マークがすごい回りづらそうだな。いやーでも船足がちょっとやっぱ相当悪そうだな。あれこれ前回のユースモーターなのに、前回の良さがもう全部なくなってるな。完全にやっぱ最近の直線も直線型にしてっていうところか。さすがにちょっと26までは拾えんかったな。265はいやー完璧なんだけどな。1マークで伸び返してターンマーク外して刺されるっていう、ただやっぱ出足がちょっと弱すぎた。はい、まあちょっとこれはしゃあないな。265はちょっと拾いづらい。はい、では6レース、このレースちょっと勝負っていうことで金額多めに行ったんですけども、まずモーターは特別注目モーターは不在と。ただ今垣選手の68号機は前回白石選手が出足系統を仕上げて優勝しているモーター、コメントの上げれも悪くて展示もそんなに伸びていかなかったので半信半疑ではあるんですけども、本番も3角に引いてまくり展開、ここを狙いました。平本選手もやっぱスタートはむちゃくちゃ速い選手なんで、これが抵抗してのその隣の中谷選手の差し切り、これをまずは本戦に変えました。413流し、当然オールマンションなんですけども、ここ2000円ずつ。そして今垣選手が絞りきれなかった時の2コースの大谷選手の差し残しの42流し、これを1000円で、あとは今垣選手のまくり切りから34流しを2000円と、今垣選手がまくり差しに行った時の31の4を2000円、軸はもう中谷選手を信頼して今垣選手がどこまで抵抗されるのかというレースになるんじゃないかなと思ったんで、これで勝負します。はい、お願いします。さあここからで一発爆裂が欲しいとこ、4アトまで来たらもう全満州なんで、ここがまず最初の満州チャレンジ、この3角で今垣選手何とかしてほしい。展示やらずからの本番勝ち込み、スタートはもう絶対行かないと、行け、いやー揃ったか、全然いけんな、いや行った、絞れ、絞ってけ絞ってけ、絞れねえか、うわー14か、14か、届かねえかな、届かねえか、うわー14か、1441か、まくりきれずの1441だったか、いやー魚谷来たな、124だ、
あー伸びなかったな。予想以上に多分スロー2艇がバッチリいったな。うわ魚谷これすごいな。これワンチャン魚谷やるんじゃねえのこれ得意の。さすがに無理か。三角展開の124は買いづらい。あーくそー、これ勝負したんだけどな。まあインディゲをもし勝ってたとしても絶対に14絞りだったんでこれは無理やな。うん、三角不発。はい、切り替えます。はい、では7レース。このレースはモーター注目なのが6号艇白井選手の56号機。これ数字はないんですけども前節の気配がすごい良かったモーターで出足系統はかなり仕上がっていたので白井選手が上積みすればこの中に入れば一番注目できるんじゃないかと。進入は白井選手の前付けに稲田選手まで抵抗して桑原選手の短期っていう感じになったんですけども本番は展示通りかそれとも稲田選手まで引く1236の4号この2パターンを想定しました。こうなった場合はチャンスなのは5号艇の桑原選手だと思うので、まあ、短期でも十分チャンスありますし五角の隣の6コースでもかなりチャンスあると。で6コースの実績もあって全く売れていないとなれば桑原選手の軸が一番面白いんじゃないかと。購入したのが1号流し1流しの5これ2000円ずつ入れました。そして最後に稲田選手が五角に引いてまくり切ったパターンの4号流しこれを1000円ずつ、まあ、4頭も全部満州でインからの5絡みもかなり落ち着いてるんでこれ結構美味しいんじゃないかということでここで勝負したいと思います。はい、お願いします。さあまずは進入短期でも十分チャンスはあると思うけどもやっぱ船券的には4頭も買ってるんで稲ダッシュの五角の方が面白いですね。あの感じならもう強気に行くと思うんだよな。いけ短期か諦めたな。5コースで諦めた短期だ。まあ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 これでも全然十分インニギからの5絡みはかなりチャンスあると思うんで桑原勝ち込めちょい絞りのまくり雑誌展開いいんだけちょい深いぞ。大丈夫かこれ2位まくられねえか。大丈夫か深い横しは慣れてるはず。よしよしスタートいった桑原いけ桑原攻めろ。よし白井が攻めればこれあるなこれあるな。深川が残して入る桑原よしよしもらったよしよしこれはでかい完璧や。1号1号は結構ついてると思うんでどこが高いかさばきミスだけはやめてくれよ。うまいナイスよし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 やり合うのだけはやめてくれ。白井英二が内側にいるからいやー白井うめんだよなこれな。いやそこやり合うのはダメ生かしてさせ大丈夫かそれ。うわマジでうわマジでうわ最悪やん。なんであそこから4着くんなんだよ。いやせめて3着は確保しろ。いやーになった。うわ最悪なんであそこから4着なるかな。いやーできた。いやーこれは痛いわ。船足とかの問題ではないな今のは。いやー1号2とかでも60倍ぐらいありましたからね。1号6でも50倍超えてるしこれはショックでかいな。いやー参った。では8レース。このレースモーター注目なのが3号6と3号艇の吉川選手の38号機と6号艇の菊池選手の36号機。これ2走目なんですけども両選手とも直線が良かったので直線系統に関しては今節の中で上位あるんじゃないかと。11号機の畑選手これコラムで推奨してるモーターなんですけども前回平尾選手が使って優勝してるモーターこの時の気配が抜群に良かったので3、5、6が注目と。ただ磯部選手はやっぱり印象率直近半年間で 80% を超えていてスタートも安定しているので今日の傾向を考えてもやっぱり本戦は逃げになると。で1213が圧倒的に売れてるんですけども僕が重視するのは4と5。まずは坂口選手は4コースからの2番差しが上手い選手で直近半年間の2着内率は 50% を超え
えていると。畑選手も5コースめちゃくちゃうまい選手で、直近半年間2着内率は 48% もあるということで、4と5絡みが人気的にも美味しいんじゃないかっていうので、145の23、これに5000円ずつ入れました。やはり直線少し覗いていく吉川選手のまくり差し、これが逆転候補で31の456、これに2000円ずつ。最後に5コース校舎畑選手のまくり差し突き抜けからの51流し、これを1000円ずつ。まあ、ちょっと吉川選手がまくり差しに行ってくれなかった場合は、もしかしたら1233に決まっちゃうかもしれないんですけども、まあ、そこ来たら諦めるっていう感じで、ここから行きたいと思います。お願いします。うわ最悪や最悪や、出された畑選手離れで弾かれた。いやーリズム悪いなーちょっとなー。ただまあせめてもの救いは畑選手を軸にしてなかったこと。ちょっと畑選手軸信頼で最初行こうと思ってたんですけど、坂口選手があまりにも折れてないんで、本戦は145の23にしといてよかったけども、これはきついなー。頭まで勝ってますからね。5は坂口頼む。菊池がスタート早いから絶対にスタートはいかないと。あー堀田状態起こしてない、状態起こしてない、いやー遅れた。だったら畑選手左打ちさしてこねえかな。いやー兄に邪魔されっか。くそー惜しかったな左打ち。いやー厳しいか。いやー坂口さん完全に状態起こしとるやないかい。126かな。いや出てんなこれ、出すぎだわ菊池のモーター。下手したら明らかにこれ6のが出てんもんな。しのいでるけどうわ突っ張ってるもん。やり合ってゴンなんねえかな。やっぱ菊池さすがにウリューさばいたか。うわっ逆転した、これ入ったろ。いやこれ入ってるわ6だ。へっくさあピット離れから見放されてしもうた。かなりリズム悪いっすけど、ちょっとなんとかぶちかませるように頑張ります。9レース、このレースは地元萱原選手の引戦ということで、まあ、人気集中してるんですけども、モーターはかなり悪いと。特に直線系統が悪いモーター で今の展示を見てもスタートはコンマ26ということで、行き足系統もすごい悪そうに見えたんで、ちょっと波乱の可能性あるんじゃないかなと思ったんで穴狙いで行ったんですけども、展開の鍵を握るのは2号艇の石渡選手。まあ、石渡選手は2コースからスタートめちゃくちゃ速い選手で、直近10走を見ても10分の6がトップスタート、0台も半分近くあるので、これがじゃあ萱原選手より判定心以上を除いた場合はまくり入れに行く可能性もあるんじゃないかと。萱原選手は刺され率が直近半年間 0% で、やられるとすればまくられた時だけなんで、石渡選手の直まくり展開、これを買いました。2332の流しで、2332の4に追加購入してます。で2442の流し、ここを1000円ずつ、これ特大満州ですね。で最後に石渡選手のターンが流れ過ぎた時の3443の2、これで勝負したいと思います。まあ、32のオッズが少しだけちょっと下がってきてるんで、ここは満州切っちゃうんですけども、2頭はオール満州と、で4頭も当然満州なので、ここちょっと面白いんじゃないかなっていうことで穴狙いで勝負したいと思います。よし頼む萱原遅れてくれ、展示通り遅れてくれたら最高。石渡頼む、渾身のゼロ台行ってくれ。よし行け、行ったんじゃない、行った、これはまくるわ、直まくり完璧、よしよしよし頼むぞ、ミスんないでくれよさばき。石渡頭で来い、石渡頭で来い。いやー6666666、よし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 、4でも倍額だけど6でもいいぞ。よしよしやっときた。ただ3人は最後売れたんだよな。まあいいやさばいてくれよ、さすがに丸のか丸のか、まあいいや2000いってるから。よしよしよしやっと余った、もう大丈夫やろこれは、さすがに。おい待って、1になったらやばい、
待ってくれ。カヤーラになんのはマジで勘弁。6入れろだったらへさき。カヤーラになったら一気に安くなっちゃうから、頼む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 。うわーマジかー、マジかよ。いやまだ分かんないな、相当足弱いぞこれ。みんな、いやあるな、よし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 。いやうますぎる。コーナー頑張れ、コーナー頑張れ、コーナー頑張れ。若干コーナーのが出てる、最後握った方がいいんじゃない。いやそうなったらカヤラになっちゃうか。ナイス6や、よしよしよし、ナイスナイスコーナー、最後でかい、ナイス。あぶねえ、これ倍ぐらい違うんでね。よく、ナイス、よく仕事した。いやーコーナーありがとう。完璧、これはもう展開通りでした。まあ一番は多分4が良かったけど、これでも150倍あるんで、とりあえず一発良かった良かった。これでプラス回収も見えてきたんで、ちょっと残り3本で頑張ります。はい、では10レース。このレースは池田浩二選手の陰線と、まあ、休み明けでそんなにレースは走ってないんですけども、まあ、池田選手の陰線といえばスタートも絶対に信頼を受けるタイプの選手なんで、前半気配見ても出足系統は悪くなさそうでしたし、ここはさすがにスタート決めて先前に濃厚なんじゃないかと思っているんで、インリケ本戦に勝ったんですけども、やっぱりモーター的に注目なのは前半レースでね4角まくり決めた前本選手。この21号機はもともとね僕が上位で推奨しているモーターなんですけども、展示タイムも抜けていると、これの仕掛けが鍵になると思うんですが、前本選手は基本的にスタートそんなに速いタイプではないので、池田選手を飲み込むまでは僕は無理なんじゃないかなと、むしろスタート遅れる可能性もあるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、そうなった場合ダッシュ勢にチャンスが生まれるんじゃないかという感じで、僕狙ったのは森田選手。イン逃げからは14流し、これを均等買いで5000円ずつ買いました。森田選手が4角から0台決めてのまくり差し展開、4156の4561、この発展勝負でいきたいと思います。まあ、仮に前本選手がスタート決めて仕掛けていく形になっても、池田選手が残しての森田選手の左打ち差しっていうのも狙えるんで、ここはね森田選手を軸に勝負してみたいと思います。はい、お願いします。ちょっと流れ悪かったのがちょっと流れ変わったんでね、なんとか残り3本でぶちかまして結果を残したい、プラスにしたい。配当的にも熱いのはやっぱ森田選手がスタート勝ち込んで仕掛けていくパターンですね。ただ池田選手は遅れないんで、まくられることはないってなれば、まくり出しての1441の56、配当的にはここが美味しいですね。スタート勝ち込め、得意の0台、スローもいったか、揃ったな。いや、いけ、いけないか。いやいやいや、これでも一応あるやろ。前本がちょい絞りの池田、まくり差し入んな、まくり差し入んな、まくり差し入んな。いやー残るかー、久田が入ってきたな、マジけ。なんか森田調整合ってないのかな。さばけさばけ、12だ、124だ。いやーちょっと森田調整合ってなさそうだな。明らかに久田の方が気配が良かった。うわー結局123になるんだこれ。いやーモーターでもこれ前本選手になるな。いやー厳しいな、このモーター初日合わせられてない感じだなこれな。うん、123か、残念、ここは外れ。13倍か、結構4ついてんな。あと石野選手のインと、峰選手の陰線と、まあちょっと展示気配も集中してなんとか的中できるように頑張ります。
では11レース。このレースは石野選手の引戦ということで、石野選手の71号機は、まあ、数字あるモーターなんですけども、前回優勝した金子選手、僕はレースぶりを見る限り船足はそんなに出てないと思っているので、モーターは数字通りとは言えないと思ってます。前半の気配は、まあ、出足系統は良かったけども、ピット離れ展示で遅れてましたし、ちょっと信頼に欠けるんじゃないかっていうので、石野選手たまにインからドカ遅れもあるんで、ここちょっと穴展開一発狙いました。モーター的にはやっぱ2と3が弱い。平本選手は前半の陰線逃げ切ってるけども、やっぱスタート勝ちでしたし、最後まで2号艇の大谷選手に迫られていたのを見ても、やっぱ船足は弱いと思うんで、ここ可動受けにならない可能性があるってなったら、やっぱスタート早くて前半の気配がめちゃくちゃ良かった白井選手の角まくり展開、ここが、まあ、唯一の波乱展開ということで、ここをちょっと狙っていこうかなと思います。はい、456流しで456156に追加購入してます。そして41の56は2000円ずつ入れて、42の56に1000円ずつ入れてます。これが4頭。そして超大穴展開で白井選手のまくりが石野選手に抵抗された時の5コースの長田選手のまくり差し、514-1246、これを1000円ずつと56の14、これを1000円ずつ。白井選手が行かないとこれはもうダメな船券になってしまうんですけども、このモーター相場だったら僕はいけるんじゃないかなと思うんで、ちょっと角まくり展開に期待して勝負したいと思います。はい、お願いします。さあ11レース、2と3船足悪いとはいえ、やっぱスタート力はあるんで、白井の0台は絶対に必要条件。最悪絞ってさえくれれば5頭はあるんで、横一線じゃなくて少しでもいいから白井選手が覗いてほしい。白井頼むぞ、仕事してくれ、いけ、いったっぽくない、いったいった、あーいけねえか、放ったか、絞れ絞れ絞れ、白井絞れねえか、押さないで、いやかけろかけろかけろ、白井かからねえか、あー145か、いやさすが石野のうまかったな、逆転できねえかな、あー14か、いやー惜しかったな今のまくり差しな、いやさすが石野のターンスピード、145か、惜しいなー、あーくそ、簡単じゃなかったか、やっぱ上越えていくのは、あー残念、145で13番やもんな、ちょっと買いづれーなー。はい、最後ちょっと12レースから展示見て、展示動きなかったらもうイン逃げで決まっちゃうと思うんで、いやもうできれば動いてほしいですけど、もし動かないのであればもう森に絞りします。動くか、よしよし、いった、いけ、いやー行かないのか、枠なりかい、終わった。こうなったらいよいよ硬いぞ、これ本番絶対西山選手スローにする意味ないんで、ダッシュに引くでしょう。そうなった場合は枠なり3対3が濃厚。くちゃ硬いぞ。一応圧倒的一番人気はもうゴリッゴリの134、まあブス島選手が無難に握って2を潰して4が刺してくるっていう展開。まあでも134の 6.6 倍に期待値はないな。僕は新田選手の船足はモーターは評価していないので、はい、ちょっとできる限り期待値高いところでいきたいと思います。では最終レース、展示で見た通り、まあ、松井選手前付けに行かずに、西山選手はちょっと様子を伺うような感じで前付けに行って、全員抵抗してオールスローになりました。で、本番はこの形にしてもノーチャンスだと思うので、普通に西山選手動かずに枠なり3対3を予想してます。そうなった場合、やっぱり峰選手の逃げが僕は硬くなると思うんで、昨日動画では前付けの予想を出したんですけども、前付けに行かないとは僕は思わなかったんで、ちょっと予想を変えて勝負します。モーターは一番注目しているのはやっぱ33号機の峰選手なので、ここは逃げから絞って勝負します。
狙ったのが6号艇の西山選手。昨日の動画でも推奨したように僕はこのモーターは前節ね、新田選手が出足を仕上げて輸出したモーター、この時の気配がすごい良かったので出足系統すごいいいと思っているし、西山選手6コース下手じゃないんで出足レース足を生かして道中追い上げてきての3着、これだったらあるんじゃないかということで1234の6、これに万張り。薄島選手本戦で買おうと思ったんですけども、小島って結構3が握って流れるパターンも多いので3コースから握っての1、3の決着は今日1回も来てないと思うんで、だったら徳松選手と新田選手の差しも同じ金額いってもいいんじゃないかっていうので1234の6に万張り。そして松井選手やっぱりフライング持ちでまくり差しもそんなに上手くないのでさすがに資金落とさざるを得なかったんですけども、船足は良さそうなんで156に5000円、はい、最後これで勝負します。さあラスト、まずはオールスローだけはやめてほしい。普通にダッシュに引いてくれ。もう動かんでいいぞ。よし引いた。いや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 、いかんくてい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 い。いやちょっとなんか怪しくね。いや引くだろう多分。これで引かなかったらちょっとおかしいよ。納得できんぞ。スローっぽい。いや引くか。よしよし引いた。ビビった。スローから行く意味ねえもんな。危ね危ね。最低限頼むぞ西山、最内ぶっ刺してこい。スタートは揃ったな。完全に揃ったな。完全に揃ったな。いやー新田来るかなこれ。西山入れんか。西山入れ、西山入れ。やり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 、3と4やり合ってくれお願い。いやーそれ外振ったらどう。松井も来るよ。いやーグリグリになっちゃうなそれじゃあ。西山頑張れ、諦めんな。いやー134はグリグリだって。まだ分かんない、まだ分かんない、まだ分かんない。新田が思いっきり握る。いやそれ握んのか外。いやきつい。あーゴリッゴリだ。全然面白くない。いやーゴリゴリの一番人気だよ。くそー、ワンチャンあると思ったけどな。なんかあれー最内突っ込めなかったかな。はい、ゴリゴリ一番人気、全然面白くない。134も新田の船足が良くないから 6.7 倍じゃちょっと僕は手が出なかった。はい、どんまい。はい、お疲れ様でした。ということで、初日全レース勝負しましたけども、残念ながらマイナス中止でした。いやー悔しいね、悔しいですけども、まあやっぱちょっと無風っていうだけあってインがめちゃくちゃ強かったかなと。まあそれでも今日は僕なりにインはインで買っていった方だとは思うんですよ多分。いや穴結構分回しましたけども、僕なりに仕方ないとこは絞ってインも買ってると思うんですよ今日は。ただイン逃げの中でもやっぱゴリゴリ目は外してしまったというところと、あとやっぱ僕一番悔やまれるのはモーター評価した1レースの前本選手の角まくりを変えなかったところですかね。あんだけ落ち着いてるんだったら期待値を考えて、狙っていればプラスになっていたかなというところですね。12分の2で回収は21万4000円ぐらいかな。投資が多分30万近くあるんで、まあ、10万はいかないにしても7、8万負けというところですかね。まあしゃあない。今日の傾向の割には、まあ、よくやった方かなと思います。はい、明日以降は、もちろんねレースを絞って僕は勝負していこうと思ってます。まあ、いつも通りボートフロンティアの方と LINE の方で、予想配信とプレミアムライブの方でガンガンやっていこうと思ってるんで、そちらの方もねぜひチェックしてみてください。この動画のね説明欄に僕の LINE と、ボートフロンティアに関して、URL 貼っときますので、そちらもねぜひチェックしてみてください。で今節のボーフロのプレミアムライブなんですけども、2日目4日目6日目とあります。で2日目この動画上がるのが2日目の夜だと思うんで、その後は4日目と6日目にありますんで、それ両方ね僕出ますんで、ぜひそちらもねチェックしてみてください。はい、ということで、プラスにできませんでしたけども、明日以降でねぶちかまして挽回できるように頑張りたいと思います。
はい、じゃあ今日は終わります。ありがとうございました。